宮田チャンネル始まるよ。はい、どうも、宮田です。お疲れ様です。今日はですね、待ちに待った、パーマを当てに行きたいと思います。で、早速ね、汗かいたんで、ちょっとね、汗だくなったんで、ちょっと汗かいたんで、ちょっとお風呂入ってきました。で、今からパーマを当てに行きたいと思います。いやー、熱っ。よっこしょ。今ちょっと日陰に入ってんけどね、交換のところね。はい、それではパーマ当てに行きます。はい、とりあえずね、着いたんで、今からパーマ当てていきたいと思います。行ってきます。はい、終わりました。こんな感じで横のカットとこんな感じで後ろは僕髪の毛の量がちょっと少ないっていうことで、全面的には当てられへんので、トップだけちょっと軽くこう頭のここだけちょっとふわっと当ててボリュームが出た感じで、でデコが広いんでちょっとデコを隠してもうたって感じですね。はい、こんな感じでちょっとお坊ちゃんっぽい感じの、僕的には気に入りましたけどね。皆さんどうですか。はい、ということで今日の宮田のパーマでした。はい、お疲れ様です。今お風呂上がりです。で、今日はね、パーマ当てたから頭を洗ったらあかんということで、頭は洗ってないんですよね。まあちょっと、こんな感じなんですけど、まあ一日置いたらね、もうちょっとなんかパーマっぽくなるっぽい感じなんですけどね。結構だいぶふにゃふにゃ感は出てきましたけどね。前髪ちょっとくちゃくちゃってなってますけど、こんな感じで、はい。暑ー。除湿やな。除湿入れなあかん。暑すぎるわ。はい、ということでね、今日はみやたんが、パーマを当てに行くっていうことでね、ちょっと動画を撮ってみましたけども、まあ、当たってんの分かりますかね。で、もっとくるくるにもバッチバチになんでできへんかったかっていうと、みやたん髪の量が少ないから、本当やったらこの後ろの毛を前まで持ってきてって感じやったんですけど、もうトップをこう立たせたい、立たせたいからここは残さなあかんみたいなんですよ。残すってなると後ろから前までこう持ってこれなくなるんですよね。まあ髪の量とかね、やっぱ関係してくるんでね。まあこの辺を、巻き巻きにちょっとしてもらった感じなんですけどね。いい感じにくしゃくしゃなんじゃないですかねこれ。前髪はちょっとこれちょっとくるんで今なってますけど、もう本当はもっとちゃんとなるんですけどね。さっきちょっと前髪だけ水で濡れちゃったからね。こんな感じで。はい。はい、ということでね、これが良かったなと思う方はね、高評価ボタン、グッドボタンを押してもらって、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ということで今日はみやたんが、ちょっと散髪プラスパーマをしてみたっていうことですね。はい、ということで次回の動画でまたお会いしましょう。みやたんでした。